イマガ川部屋は日本相撲協会に所属するで若い一門の相撲部屋。1992年5月場所を最後に現役を引退して以降はカスガノ部屋の部屋付き親方となっていた年より16代イマガ川が1993年1月に内弟子3人を連れてカスガノ部屋から分家独立してマガ川部屋を創設した。1993年9月場所後に 埼玉県与野市で部屋開きを行った。学生相撲出身の力士が多く、1994年1月場所において新十両へ昇進した山和のを最初として、現在までに5人の関取を排出している。師匠の現役時の執行名から取った、死という字が付けられた力士が多い。2004年にはエストニアからアマチュア相撲の実力者だった北欧氏が入門して、同年。 5月場所に初土俵を踏んだものの、北欧氏は同年9月場所に早くも引退した。2020年9月場所現在は10人の力士が在籍している。2011年に発覚した大相撲や王朝問題では、所属力士である十両、正氏が日本相撲協会からの引退勧告処分、幕下、江那氏が出場停止2年の処分を受けて引退し、 師匠である16代イマガ川は、監督責任として委員から主任への降格処分を受けた。前頭1912年1月場所を最後に、現役を引退して、年寄り、マガ川を襲名した12代マガ川が、同時に、それまで所属していたではの海部屋から、分家独立する形でイマガ川部屋を設立した。1923年に5代ではの海の死去に伴い、 十二代、入間川は、年寄り、出羽の海を、出羽の海と改めた上で六代出羽の海を襲名し、入間川部屋は、出羽の海部屋へ統合された。この時、入間川部屋から出羽の海部屋に移籍した力士の中には、後の関分け、深海や千賀の裏部屋からの預かり弟子だった後の、関分け、綾川らがいた。その後、年寄り、明石、入間川は、 出はの海一門のものとして一門内で継承され、出はの海一門の、ふもと、分岐独立の不分立に従ってきた。ありがとうございます。